次に山野井和則君。では45分間質問させていただきます。よろしくお願いいたします。今日は沖縄の緊急事態宣言等々でですね、大変お忙しい中また、尾身会長にお越しをいただいております。本当にありがとうございます。それでは順番に45分間質問をさせていただきたいと思います。来週、まあ、5月末ですね、5月末東京、京都、大阪、兵庫の緊急事態宣言の、まあ、期限がやってまいります。まあ、ここにも東京大学の専門家の方の予測データもございますが、単純に言えば中途半端にこの解除をするとまたリバウンドをしてしまうということであります。またもう一つここにもございますが、まあ、あのステージ4ステージ3のこの配布資料の図を見ていただいてもですね、まだまだステージ3ステージ4で逼迫しているということで、それで尾身会長にお伺いしたいんですが、これ5月末以降どうするかというのはこれ非常に大きな話で、1日2日前に決めてはい右に習えということにはならないと思うんですね。尾身会長、私が思いますのはやはり東京大阪の解除は率直に言って5月末難しいんではないかと思いますが、尾身会長いかが思われますか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。今日の時点で結論を申し上げることはできないし控えるべきだと思いますが、もうこれは今委員その絵を出していただいてますけど、これはもう前から申し上げている通り、このウイルスは、まあ、ワクチンがそれこそ一般の方が言われる集団免疫というものが完全にできるまでは感染はもういわゆる小さな山は必ず起きますので、で来週するのか、その再来、まあ、いつ解除が行われるかというのは、ま、会議で決めることになると思いますけど、いつ解除にしたとしてもですね、必ず小さな山、場合によって大きな山が起こるということをもうこれ覚悟しておいた方がいい。でしかもこのインド株ウイルス、イギリス株というものはもう皆さんご承知の通りそういうことがあるから、これは何かワクチンをやればすぐに下火になるというような、これは幻想は抱かない方がいいと思います。したがって特に大事なのは高齢者のワクチンがある程度行き渡ると重症化する人はかなり減ると思います。すると医療の逼迫もある程度今のような状況は避けられる可能性がある。そうすると今何をやるべきかというと、その高齢者がの多くの人がワクチンが行くまでの、まあ、これがワクチンの接種のスピードで違いますけど、まあ、X ヶ月、2ヶ月か3ヶ月、これまでに何とかしてみんなでワクチン、この感染をある程度下火に維持すると、ゼロにはできないで、こう小さな波で維持するという、そういうことが非常に重要で、そういう文脈の中で実は解除というのを、解除が100人とか200人という議論がありますけど、実はいずれ必ずリバウンド起きますから、それをなるべく起こさないような解除の仕方と、それと解除した後の対策ですよね、今まで通りでいいのか、何か新しい検査体制、もう少し考えなきゃいけないのか、あるいはデータの処理、データというのが相変わらず日本のデータ、各地方体、地方自治体のが持っているデータが十分な速度で共有されておりません。さまざまな問題、これを、まあ、一緒に解決するというセットで、この解除の仕方というのを考える必要が私はある。ともかくリバウンドをさせない、解除した後にすぐにリバウンドをするような解除の仕方はやめるべきだと思います。委員長。山野井和則君。まあ、今も重要なことをおっしゃいまして、これ、必ずこれ何らかの小さなあるいは大きなリバウンドが起こるということでありますが、そしてもうこのグラフを見れば一目瞭然で5月末では解除が難しいんではないかと私は思うんですが、今までのねパターンで言うと大抵これ大きな判断金曜日にしてるんですね。それでもうバタバタになると、それで自治体もね土日は休みですし、
飲食店や多くの店も振り回されるということだったんですが、まあ、今回これだけ明らかにそう簡単に収束しつつはないということが今の尾身会長の答弁でもお伺いしているわけなんですけれど、そこで私は申し上げたいのは、来週またね、毎週金曜日緊急事態宣言とかやってるわけですけれど、もう金曜日じゃなくてかなりもうこれそう簡単にこれ解除できないというのは分かってるわけですから、金曜日ではなくてもうちょっと週の半ばぐらいで判断をすべきではないか、そうしないと国民生活、商店、企業活動持たないと思うんですね。ちょっと微妙なところだったら金曜日まで様子見たらいいですよ。でも金曜日まで様子見るまでもなく、これはもう延長せざるを得ないんではないかと今の状況からは言わざるを得ません。インド株もこれから増えてくるわけですから、その点金曜日ではなくてもうちょっと前倒して判断をすべきではないかと思うんですが、尾身会長いかがでしょうか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。我々も毎日のようにデータを見てますので、そのいつ会議をするかというのは大臣もおられて、西村大臣とか私どもはいつでも木曜日であろうが金曜日であろうが土曜日であろうが日曜日であろうが呼ばれたら行く覚悟で、むしろ我々の役割はしっかりとデータをして、聞かれたときにしっかりと言うべきことをしっかり整理して準備しておくことだと私は思っております。山井和則君。委員長、これ先ほど尾身会長がおっしゃったこのインド株を含めて、このコロナというのはワクチンがきっちり行き渡るまでは必ずリマウンドすると、これは私は非常に重要な答弁だと思うんですね。なぜならば7月にはオリンピックを控えているわけですよ。オリンピックを控えているわけです。尾身会長はワクチンでそう簡単に収束できると楽観視しない方がいいということもおっしゃいました。ということはこれオリンピックの時にリバウンドが来るリスクは尾身会長可能性はゼロですか、それともオリンピックの最中にリバウンドが来る可能性はありますか、いかがですか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。それは大きく分けて2つの要素で決まると思います。リバウンドをいつどういう形になったらするのかということと、リバウンドはごめんなさい、解除をどういう形でどのレベルに感染が落ちたときにするのかというその解除の仕方ですよね、時期と仕方というのが一つの要素と、それから解除した後のこれからの国自治体の、政策、これ検査なんかも含めた、でそうした国や自治体の、まあ、決意というか、そういう取り組み、汗をかいていただいたことに対して国民がどれだけ協力できるかとしていただけるかという、こういうことでその今のご質問の答えは決まってくると思います。委員長。山井和則君。これ率直にお聞きしますが、尾身会長、これリバウンドしている最中にオリンピックってできるんですか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。そのできるできないかというのは先ほど申しましたように医療への負荷というものが開催中にどうなるかというのをリスクをしっかりと評価するということは、感染が150と151という違いというよりは医療の負荷がどうだけあるということが私はこれ問題の本質だと思いますので、まあそのオリンピックのことについては先ほど申しましたように遅かれ早かれ判断は下しますよね、きっと。その時には感染の状況ということももとより考えるでしょうけれども、こういうオリンピックの開催中に医療の負荷がどれだけかかるかということを十分考慮して決めることが大事だと、いうことだと私は思います。委員長。山井和則君。今も尾身会長、いずれオリンピックについては判断をされますよねとおっしゃいました。そうだと思います。やるかやらないかも含め判断。今日の配布資料の6ページ、ですね、ここにですね、オリンピック委員会の元副会長の最古参委員のディック・パウンド氏、6月末までには開催か中止かを知る必要があると、6月末までには開催か中止かを知る必要があると、そこが判断のリミットだとおっしゃってるんです。私もはっきり言って、6月末でも遅いんではないかと私は思いますが、
これね、前回の私との質疑の中で、まあ、X 週間前にはそのことを議論せねばと尾身会長もおっしゃいましたが、まあ、このパウンドインの発言がありますが、今おっしゃったリバウンドしたときに医療の負荷がどうなってと、これ私思いますけどね、当たり前の話ですけれど、オリンピックやり始めてしまった、感染が拡大して爆発した、医療逼迫してる、クラスターができた、どうしようなんてことにはこれね、当たり前の話、そんなことは許されませんから、国際的に、歴史に残る大失敗のオリンピックになってしまいますから、事前に数週間前にそのことを評価せねばならないということに当然なると思うんです。尾身会長、まあ、このパウンド委員は6月末が限度だということですが、尾身会長としては、まあ、やるやらない、あるいはどういう体制だったらできるか、そういうことの評価はいつまでにすべきだと思われますか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。それも関係者が決めることが求められると思いますけど、まあ、これは私の個人的な意見だと思いますけど、6月の末、ということは誰も考えてないんじゃないかと、私は7月の中旬に始まるのに、6月の末って6月の30日にやるっていうのは、普通は私は何日かというのは、このオリンピック関係者が決めると思いますけど、まあ、あえて断れれば、まあ、普通は6月の30日にやるってことはないんじゃないかというふうには、私は一人の日本人として普通感じます。山井和則君。委員長、いや本当そうですよね。これ外国からの選手団も直前にやりませんと言われても、これは困るし、もう大混乱になりますし、本当にこれ、まあ、1年前に安倍前総理がバッハ会長と協議して、あれね、延期決められたのは3月ですから、今もう 5月ですからね。これ今日バイデン大統領の首席医療顧問のファウチ氏がですね、ワクチン接種率が日本は低いことが心配、ワクチンを受けてない人が多数集まることを懸念しているという発言をされました。これはもうバイデン大統領の首席医療顧問ですから、非常に重い発言ですね。当然心配してるわけですよ、日本がこれだけワクチン打つの遅れてて、オリンピックできるのか、安全かということを、アメリカ側からもこういう発言が出てきております。それで、まあ、6月5月末の解除は確実に延長されるでしょう、解除されずに。まあ、報道によりますと20日ぐらい、つまり6月20日ぐらいまで、まあ、3週間ぐらい延ばされるんじゃないかと、まあ、これ報道ですよ、そういう議論も出ております。確かに2週間では短いから3週間ぐらいかなと。となると来週延長した次が6月20日前後だとすると、今尾身会長おっしゃったように6月30日に最終判断というのは、これ海外のことも含めたら遅いですよねと。ということは今回延長した次の出口の時にはオリンピックは開催するのかしないのか、するとしたら無観客でやるのか、どういう形でやるのかという判断が必要なんではないかと思うんですが、尾身会長、まあ、来週もし延長がされたらということですが、その次の段階ぐらいの時にはオリンピックの開催、ぜひやり方、ぜひややり方についてやはり判断をせねばならないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。いつ判断されるかというのは、これはもう関係者が決めることですが、と同時に、その解除をするかどうかもまだ決まってない、延長するかどうかも決まってないわけですよね。で、仮に、まあ、延長する場合もある、理論あるし、解除する場合もあるし、延長する場合もある、で延長するのに、X でということはまだ決まってないわけで、そういう意味では私はちょっと今の委員の意見に直接答えることはちょっとできないと思います。委員長。山井和則君。3週間ほど前、長妻さんに対して尾身会長はこの場で、やはりそろそろ分科会もオリンピックについて
正式に意見を聞いてもらう、あるいは議論すべきではないかということをおっしゃいました。あれからもう3週間経ってるんです。ところがまだね、正式には聞かれてないと思います。これね、今言ったように、こうタイムスケジュール見ていくと、あと1ヶ月以内ぐらいにはもう判断迫られるんです。そんな1週間議論して、はい、こうですって決められませんからね。改めてお聞きしますが、これ今まで西村大臣や菅総理などから、オリンピックについて、まあ、開催の可否や開催方法について、意見を求められたことありますか、尾身会長。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。先日、長妻委員からの質問だったかどうか分からず、ちょっと分かりませんけど、お答えしたと思いますけど、非公式にですね、非公式に、何回か今までに、まあ、あなたの意見を述べるというか、こういうふうにしたいという、まあ、オリンピックのこのプレイブックというのはこうかなり重層的な、その一部をこう説明しに来て、それについてどう思うかという、それぞれのテーマが違いましたけど、そういうことについてあなたの意見を述べようということで、まあ、その時にそのことだけじゃなくて、その周辺のことも、私の意見を述べたことはございますが、総理、あるいは両大臣から直接、尾身さん、オリンピックの在り方についてどう思うか、どう評価するかということは、今までのところは全くございません。委員長。山井和則君。いや、これ、私、一番心配してますのは、私ははっきり言いますけれど、もうやめるべき、あるいは延期すべきだと考えます。その分をワクチン接種とかいろんな他のところにエネルギーを割くべきだと思いますし、リスクが大きすぎると思いますが、これは私の個人的意見としてですね。ただこれ、国際問題ですから、ドタキャンとかね、急にやめますとか、あるいはですよ、やり始めたはいいけれど、感染爆発して、外国人も日本人もクラスターが発生して、もっと最悪の場合、インドからの方、ブラジルの方、東京型の新しい変異株がオリンピックで発生しましたなんてことになったら、これもう取り返しのつかないことになると思うんです。これはもう日本、歴史に残る大失敗のオリンピックと評価されたら、これはもうみんな日本国民も悲しみます。そうならないためにも、政治家の意見は政治家の意見でもちろん尊重すべきかもしれませんけれど、何よりも尾身会長をはじめ、この間、この国のコロナ対策をリードしてくださっている分科会の方々の意見をね、聞くべき時だと思うんです。まあ、お答えにくいかもしれませんけれど、改めてお聞きしますが、やっぱりさすがにそろそろですね、もう来週にも延長はもうほぼ確実ですよ、緊急事態宣言の。となったら、さすがにそろそろ尾身会長をはじめ、コロナ分科会の方々にオリンピック開催是か非か、あるいはどういう形だったらできるかということについて、議論をすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。移転申し上げたいと思いますけど、一つは、この前私が、3点重要だと評価ということで、はいはい、3点目にはこういうことを私は申し上げたつもりです。その直前じゃなくて、X で X 週間前に決めなくちゃいけないですよね。その時には、当然その時の感染状況、医療の負荷というのが必ずあるわけですよね。それぞれのいろんなことがあり得るわけですよね。それぞれの、まあ、シナリオというか、カテゴリーによって、まあ、どんなような医療の負荷がかかるかというのを評価するということが重要だということを申し上げて、それは私はやろうと思ったらできることだと思います。で、あとはその私たちの意見を言うかどうかというのは、これは今までの今そういうふうに政府から、我々は政府が立てた会議ですから、そこから求められてないわけですよね、今ということだと思います、今のところはですね。委員長。山井和則君。いや、もうぜひね、議論をしていただきたいんです。私
先日菅総理にこのことを直接言いましたけれど、菅総理は議論は今のところ分科会や尾身会長とする気はないと答弁をされました。でもね、これね、賛成反対含めて一番怖いのは議論をしないこと、自分たちにとって耳の痛い不都合な意見や事実を聞こうとしないこと、これは絶対失敗します。石橋を叩いて渡ろうとすればするほど不都合な、オリンピックやるべきじゃないとか厳しいよとか、そういう意見も聞きながら石橋を叩いて作戦練るんだったらいいけれど、今の話聞いて私は本当怖くなります。結局多分尾身会長や分科会の人の意見聞くとオリンピック無理だとか、さまざまな聞きたくない意見がお聞かざるを得ないから、あえてそういう議論をさせないというのは私は非常に危険だと思います。まあ今日先ほど記者会見の中で尾身会長も立ち止まって今大きな戦略を議論すべき時に来ているということをおっしゃいました。私はこの大きな戦略の最大の戦略はオリンピックどうするのかということだと思います。それとそれに関連してもう一つの戦略はインド株だと思うんです。尾身会長、もう一つお聞きしたいんですけれど、今後イギリス型だけじゃなくてインド株に変わっていくリスクありますよね。これインド株に対する対応を誤ったら、それこそもうオリンピックを直撃しかねません。ついては今6日間隔離するということだけにインドからの入国者になってるんですけれど、私はもちろん強制力はなかったにしても、ダイヤモンドプリンセス号の時に2週間隔離をお願いしてほとんどの人が従ったんです。乗員の方はそれと同じように6日間じゃなくて2週間隔離をするぐらいのことをしないと、このインド株蔓延して、結局これイギリス型大失敗しましたからね、今の政府は大失敗をゆるゆるで、この6日間では不十分で2週間隔離をすべきじゃないかと思いますが、尾身会長いかがでしょうか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。インド株における水際の対策については、はい、これは6日間よりも長い方がいいことは間違いないです。なぜかというと、6日間だとまだその後の数日で例えば直前に感染することもあるわけで、これは私は6日間よりもなるべく長くした方がいい、理想的には14日ですけど、なかなかキャパシティというか、ホテルなんかのあれということで、あともう一つ政府に考えていただきたいということで、今日も諮問委員会でお話がしましたけれども、まあ、イギリス株の方はもう入ってるわけですよね。イギリス株の方にあまりリソースをかけてやる分、少しそっちを軽減して、まあ、インド株の方に、まあ、キャパシティがあるんだったら、そのキャパシティの限界まで停留の日数を延ばすということは、これは今は求められることだと私は思います。山井和成君。いや本当その通りです。これ尾身会長もおっしゃってるんです。田村大臣もこれ先日ね、高井議員もこの質問されました。私も拝見してましたけれど、今日配布している読売新聞の社説にもこのことに関しては14日間とするよう求める、前向きに検討すべきだと書いてあります。まあ様々なね、難しい事情はわかるんですけど、田村大臣これ言っときますよ、インド株が感染爆発して日本に広がったら本当これ大変なことになります。オリンピックどころでももちろんなくなります。そうなったときに私たちは言いますよ、あの時6日間を延ばせと言ったのにゆるゆるでやってたせいでこれは人災だと言いますよ。だからそうならないためにも、もっと長く理想的には14日間、強制力がなかったとしても、ダイヤモンドプリンセスの時も強制力なくてもほとんどの人は従ったんですから、やっぱり2週間ということにすべきだと思います。田村大臣いかがですか。田村厚生労働大臣。ダイヤモンドプリンセスまだ入国いただいてませんので、ちょっとそれと比べるってわけにいかないと思いますが、基本的にですね、我々も尾身会長と同じ考えで、インド株は厳しい対応をしなければならないと思ってます。で、英国株に関しての話がございました。これも私アドバイザリーボードで3週間か4週間前にもう
方針変えるべきではないかということをですね、専門家の方々にもお話をお聞きをさせていただいた件でありまして、英国株で今ホテル等々で対応いただいてますが、これだけ国内英国株がですね広がってくると、そういう方々をわざわざホテル等々で滞在いただくよりかは、インド株の方に資源をといいますか、シフトした方がいいと思っておりますので、できる限りですね、入り口をまず抑え、できる限り長くホテルに滞在できる、これは物理的な問題もありますが、それは我々もしっかりやりたいというふうに思っています。委員長、山井和則、尾身会長もおっしゃったように、もう残念ながらイギリス株はもう蔓延しちゃってるわけですから、そういう意味ではイギリス株の人を隔離しているホテル の部屋はインド株にした方がいいんでね、そういうことを通じて6日よりももっと伸ばす方向で検討するということでよろしいですか、田村大臣。田村厚生労働大臣。そういうことも含めて、要するに14日っていうのはなかなか物理的なホテルとの関係、量の関係もありますから、14日っていうのはなかなか難しくも分かりませんが、もうできうる限りですね、長く滞在をいただいて、で検査を、例えば検査をですね、出るときにやれば、その数日後の発症というものはその時にもすでに陽性で分かるわけでございますので、そういうことも含めてですね、感染インド株の国内流入をですね、できうる限りこれを防いでいくという意味で最大限の努力を我々も早急に、今実は検討をやっている最中でございますから、これを進めさせていただきたいというふうに思います。委員長、山井和則君。もうホテルが確保できないとか言ってる場合じゃないですよ、これ。もう日本の国潰れかかってる、その瀬戸際です。もう即14日にしていただきたいと思います。これは強く言います。これ言っちゃ悪いけれど、インド株が蔓延したときは、本当にこれ、日本社会がどうなるか考えてください、ホテルが確保できないって言ってる場合じゃないんです。それにも関連して、今日のファウチ首席医療顧問もですね、日本のワクチンの接種率が低すぎるということを憂いておられます、そこで尾身会長、お聞きしたいんですが、今日このあと、長妻さんや中島さんとともに、薬剤師のですね、ワクチン接種に従事してもらえるようにということで、今日の配布資料10ページ、そして9ページ、その要望書を手渡しをさせていただきます。尾身会長、そのワクチンの接種を加速化させるために、もちろんね、注射されてないわけですから、業務では、十分な研修が必要だということは大前提であるんですけれど、これだけベタ遅れしているという状況に鑑み、緊急的にですね、臨時的に、例外的に、歯科医師さんが今回、お力添えいただくのと、その延長線上でですね、薬剤師の方々にもワクチン接種を、間に合ってるところはいいんですよ、間に合ってる自治体、間に合ってる地域はいいですよ、別に。でも東京でも間に合ってないし、今日の配布資料にもありますように、4月12日は全国知事会、4月20日には関西広域連合もこのことを要望してるんです。薬剤師さんにワクチンの接種に従事してもらえるようにするということに関して、尾身会長、いかがでしょうか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。これはもう政府の方がやっていただいていると思いますけど、多分、かなりこれ、早くしようとしているわけですよね。で、今、どこが一番の立足段階になっているかということで、ワクチンの量じゃなくて、打ち手の量なんだということが分かっているんだったら、打ち手がどのぐらい、いついつまでに必要だということが計算できますよね。そうすると、それによって、まずは医師というものが、実は医師はたくさんおられますけど、コロナ患者に今、ケアにして、忙殺しているお医者さんがいて、で他の先生方は、必ずしもコロナ患者さんを見てないで、一般の患者さんを見て忙しくてる。で医師というのは、いろんなところに大学の研究者いて、とかいろいろいるわけですよね。で、その中で私はまずは、今どのぐらい必要なのかということがある程度分かると、まずは医師の中で、免許があるわけですから、でみんな研修を受けて、私なんかも若い頃は、注射なんか何回もしてますので、今はやってませんけども、そういう人がいっぱいリタイアしても、まずその人たちが、今結構そういう希望者がいるんですよね、その人を早くで、その上で、歯科医の先生方はやっていただく、でそれで足りない、だからそれ計算して、足りればそれでいいんですけど、足りない、どうしてもワクチンはあるんだけど、接種、打ち手が足りないということで、はっきり分かれば、ここは法律的ないろんな訓練だとかっていう、これはちょっと大変ですけど、ともかく近い、もうすぐにそのどのぐらいが必要で、
で医師の方も、まあ、全国に必ずしもみんなそれぞれ忙しいですけども週一遍ぐらいなら来てくださいという医師と、それから求める自治体とのマッチングというシステムがありますから、そういう人もシステムを使うと一定程度何人で歯科医が何人でそれでも足りないということがすぐそれは予想がつくわけですから、それをやったらいいんじゃないかと。でその場合には法律改正という、もうこれは政治家の先生たちの課題になってくると思います。山井和則君。私も尾身会長の意見と全く同じなんです。足りてるところで薬剤師さんの力を借りる必要はないと思うんですけれど、歯科医師さんの力を借りてもそれでも足りないというところがあるん でしたら、選択肢として薬剤師さんの力を借りるべきだと思います。おまけにこれ十分な研修が必要ですから、はい、法改正あるいは通知を出しました、1週間からここからスタートではいきませんから、これかなり期間かかると思います。まあ薬剤師会の会長の方は要請があればということで、ワクチン研修も検討ということをおっしゃっています。ですからこれ、このことを決めたとしても実際動き出すまでに1ヶ月なのか2ヶ月かかるかもしれません。そういう意味ではこれ早く決めるに越したことはないんです。そこで田村大臣にお伺いしたいと思います。これを薬剤師の方にワクチン接種をやってもらうためには法律改正が必要なのか、あるいは歯科医師さんの時にそうであったように違法性規則の通知でいけるのか、もし法改正が必要なんであれば、私たち今議員立法作成に入っておりますので議員立法提出を目指しますので、どちらですか、法律改正必要なんですか、それとも法律改正は必要ないんですか、お教えください。田村厚生労働大臣。まずですね、看護師の皆様方、潜在看護師と言われている方々が70万人以上おられるということでありますから、今日も私、朝、記者会見した中でですね、そういう方々が、研修をやっていただいて、これも重要な話ですから、そういう方々に対して下っ気を出すというようなお話もさせていただきながら、いや、もう圧倒的にまず看護師の皆様方、お力をお貸しをいただかなきゃいけないので、それもやります。はい、でいや今たび足りって話されたから、でその上で歯科医師に関しては言われる通り違法性阻却をして、これは通知でやりました。でその、まあ、他の職種、これですね、その今薬剤師ということを言われましたけど、静脈管理をやられる他の職種もあられるんですよね。だそういうところも含めて予断もなく、まあ、どういう方々ができるのかできないのかということは、これは検討しなきゃならないと思います。違法性阻却できるかどうかというのは、阻却できるだけの理由があるかどうかによりますから、それがなければ阻却はできません。ですからそれを検討した上で、どういう職種の方が違法性を阻却できるかということはですね、これは予断なく検討はいたしております。委員長、山井和成。いや、法改正必要なんですか、必要でないんですか。必要だったら私たち今もう議員立法作成に入ってますから、それをこれ私たち焦ってるのはね、国会6月16日で終わるんですよ。終わってから法改正が必要でできませんって言われたら、これもう与野党のみんなどうするんだっていう話になりますからね。法改正必要だったら、これはっきり言って与党の、ね、方々も賛成の方多いと思いますし、河野太郎大臣もね、前向きで検討すると言ってるわけだけど、与野党を通じてあと2、3週間で成立させる必要はあるんです。法律で1日でできませんからね。これ議員立法を作るのも2週間3週間かかるんですから、これ準備の都合ありますから、与野党協力して作りたいと思いますので、確保で出されないんであればね、法改正必要なんですか必要じゃないんですか、それを教えてください。田村厚生労働大臣。法改正が必要か必要じゃないか、それは違法性阻却ができるかどうか、つまりワクチン接種のためのいろんな知識がどうなのか、それから技術的にどうなのか、こういうことを判断しなきゃいけませんので、勝手に阻却は私はできません。私がそれは専門家の方々にお諮りした上でできるかどうかということをご判断をいただいてやる。で法律改正は、法律改正したらそれはまあ憲法違反じゃなかったら何でもできますから、別に薬剤師の皆様方じゃなくてもできるわけでありますので、そういう問題ではなくて、いかに安全に国民の皆様方に信頼を持っていただいて、接種をするかということでございますから、それも含めて、言うなれば違法性阻却ができるかどうかという検討をしなければならんじゃんと。山井和成君、いつまでにその検討を終えて結果出るんですか。違法性阻却できるのか、法改正するのにいつまでに、これ急ぎますから、まあ、国会終わってから法改正必要と言われたって、これ法改正できないから。
田村厚生労働大臣。真面目に答えてるんですけどね、そんないい加減な話じゃないんですよ。人の体に針を刺して薬液を注射する話なんです。そんなね簡単な話じゃないんです。ですから今そういうことも含めて検討いたしておりますが、結論ありきでは答えられません。人の命がかかってます。委員長、山内、そのお言葉をお返ししたいと思います。ワクチン打てるかで人の命かかってるんですよ。これでワクチン接種遅れたら、遅れた部分で人が死ぬんですよ。だから私たちも真剣に議論して国会閉じてから法改正必要と言われても手遅れになるからといって、私らも必死でやってるわけですよ。いつまでに法改正が必要かどうか結論出るんですか。国会終わってから出たら遅いから言ってるんですよ。いつまでなんですか。田村厚生労働大臣。あのですね、先ほど申し上げました、誰でも注射打てるってわけじゃありません。いや、それは分かって、分かってるでしょ。だからそれを今検討するのにいつまでだって期限切ってやれるわけないでしょ。そんなの専門家の方々にご判断いただくしかないわけでありまして、私がやれますって言うわけは、そういう話じゃないでしょ。いつもね、皆さんね、薬害だとかいろんなことをいつもおっしゃっておられる皆さんが、なぜそういうふうな議論なのか、私よくは、そこはもうちょっと丁寧に議論していただかないと私はダメだと思いますよ。委員長、山内和則君。これね、ちょっとあえてお聞きします。そもそも田村厚労大臣は薬剤師さんのワクチン接種を認めるべきだと考えてられるんですか、考えておられないんですか。田村厚生労働大臣。私はそこの部分に関しては申し訳ありませんけれども、専門家じゃございません。要するにそこは専門家の方々が違法性阻却できる、大丈夫だというふうなご判断をいただかないと、国民の皆様方の体に針刺す話なので、そういう意味では私がやりたいやりたくないではなくって、やるやらないも含めてそこはご判断いただかなきゃいけないということ、これは皆さんがいつもそういう話はちゃんとそういう専門家にちゃんと聞けっておっしゃられてるんじゃないですか。 なぜ急にそういう話なのかちょっとよく分かんないんですけど。山内田村大臣、そしたらいつ会合を開いて専門家からその意見聞かれるんですか。いつその会合あるんですか。田村厚生労働大臣。あの、日程調整をやっている最中でございますので、とにかく相手の方もおられますので、まあ、早急にいろいろと検討いただきたいというふうに思っております。それで先ほど言ったように法改正必要だったら国会閉じたら法改正できないんですから、いつまでに結論出すんですか。いやいや、同じ話で、国会終わったら法改正できないでしょう。国会終わるまでに結論出すんですか。田村厚生労働大臣。だからあの、その専門家の方々が、それをいつまでも、その専門家の方々にいつまでもやってくださいってわけじゃないんで、我々も早くご検討くださいとは言いますが、しかし、やはり専門的な見地から責任を持ってその方々もですね、判断しなきゃいけないんですよ、これ、もうご承知の通り、やっつけ仕事ってわけにいかないでしょ。ですから、その方々も責任を持ってそこは判断されるので、なるべく早くとは申し上げますけども、あの、やっぱりその専門家の方々に、あんまり焦らせすぎてですね、問題が起こってもあれでございますから、そこは早急にしっかりと安全性、違法性の阻却という意味での、まあ、検討いただくということであります。山内和則君。まあ、後で申し入れをさせてもらいますが、いや、私もね、賛否両論あるし、迷いながら質問してるんですよ、迷いながら、これやっぱり賛否両論ありますよ。ただ長妻さんおっしゃるように、国会閉じたら法改正できないから、これは与野党を通じてこれやるべきだという人いると思うんでね、そこは急いでいただきたいと思います。それでもう時間ありませんので、今日実は防衛省お越しをいただいております。今日の東京新聞の一面で長妻さんも相談を受けてられるんですが、正しい番号で予約してもエラーになるという問題が発覚して、板橋区から数十人の方がこう正しい番号を入力しても入力ができないという事態が起こっているという、そういう苦情が板橋区や他の区からも来ております。ついてはですね、防衛省としてこのように正しい番号でも入力エラーが起こる、あってはならないことですよ、そういう問題があるということを認識しているのか、もし認識しているんだったらどう改善し、今後二度とこういう問題は起こらないのか、それとも今後も起こるリスクはあるのか、そのことをお答えください。シーバー防衛省大臣官房
衛生官。お答えさせていただきます。防衛省におきましては17日より自衛隊東京大規模接種センターの接種予約を開始いたしましたが、同日板橋区区役所から区民からの問い合わせとして予約システムに市町村コード、接種券番号、生年月日を入力しても受付が受理されないという連絡が担当部局にあったところでございます。担当部局からその日のうちに業者に確認をいたしましたが、予約受付にあたり利用者の方々に混乱が生じているとの報告はなかったという報告を受けております。また板橋区の市町村コードで数千件の予約が入っていることも確認できたところでございます。引き続きいかなる問題があるかにつきまして、契約受け合い業者であります日本旅行に確認を行っていたところ、本日午前予約システムの認証の使用上、最初の画面で市町村コード、接種券番号および生年月日を入力、認証してから次の画面に移動し、その後、生年月日の入力の誤りに気づいて、最初の画面に戻って再入力しようとしても受け付けられない仕組みになっていたとの報告がございました。板橋区固有の問題ではないことが判明いたしました。防衛省といたしましては、かかるシステム仕様を直ちに改善するよう、日本旅行に指示するとともに、本日開戦いたしました専用お問い合わせ窓口で相談を受けたまわることといたしました。今回の事案につきまして、東京大規模接種センターの予約を取ろうとされた方々には、大変ご迷惑をおかけしたと考えております。防衛省におきましては、今回の事象によって、ワクチン接種の予約が受け取れなかった方につきましては、専用お問い合わせ窓口までお申しいただければ、入力された生年月日をシステム上で修正するとともに、5月24日から開放する、5月31日から6月6日までのワクチン接種期間におきまして、接種の予約を受け付けることといたします。また日本旅行からは、本件は直ちに回収に着手し、21日中には完了するとの報告を受けておるところでございます。はい、山井和典君、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。それでですね、田村大臣、最後の質問、これも通告しておりますが、子育て世代給付金ですね、これ5万円出していただいて大変感謝しておりますが、今日の配布中にもありますようにですね、昨年の夏は1割のお子さんが体重が減ったと、自分に食べられなくてとかですね、本当に困っておられます。もう読み上げませんが、もう大変この緊急事態宣言も延長されて悲痛な状況を低所得の子育て世代の方おっしゃってます。ついてはですね、もう一度 8月か9月にこの5万円の給付金、もう一度ですね、再度、提出というかやっていただけませんでしょうか。これは私たちもね、6月16日以降選挙があったりして、まあ、10月11月まで身動き取れませんが、本当これ貧困家庭のことも持たないですよ。だからもう一回再度給付していただきたいということと、もう一つ関連して、やはりこのもうワンショットじゃなくて恒久的に制度化してほしいという要望の中で、明日の場の小川さんもおっしゃってますが、この児童手当を低所得者を加算してほしい、それと高校生にも税に出るようにしてほしい、高3への延長と低所得者への加算、これ田村大臣ね、もしかしたらね、内閣の担当じゃないかと思っているかもしれませんが、田村大臣は子ども貧困議連の会長ですから、この問題、一番熱心な方なんで、この2回目の給もう1回給付金を出してくれということと、セットで児童手当を高3までの延長と低所得家庭の加算が必要ではないか、このことについて答弁いただきたいと思います。田村厚生労働大臣。低所得者の子育て世帯に対するですね、この特別の支援金、緊急支援策でありますが、これ、まだ全部配れていないんですね。で、特にその2人親の家庭はですね、前年所得というものを確認した上で、今、これから配っていくということでございますので、まずはそれをしっかりとお手元にお金が行くようにですね、我々としては対応してまいりたいと思います。児童手当の方は、これはもう言われる通り、私の担当ではないので、私はこう余談でもを持ってお答えするわけにはいきません。私は議員としての立場の活動はいろいろありますが、私ここに立っておるのは厚生労働大臣でございますので、その上でですね、そういうお声があったということは坂本大臣にお伝えいたします。委員長、山井和典君。最後の質問にしますが、この先ほどの薬剤師さんの件ですけれど、これそしたら私たちどう考えたらいいんですか。法改正が必要かどうかは国会が
やってる最中にはわからないかもしれないと、国会終わってから法改正必要ですって言われたって誰もできないですよね。 ということはもう私たちが議日報ででも出して与野党で協力して、まあ、厚労省の検討会はそこでやっていただいているとして、与野党で議員で議論を始めといた方がいいということですか。念のためやっとかないと、結局その国会終わってから法改正が必要でしたというようなことになる可能性はゼロではないんですか。田村大臣お答えください。田村厚生労働大臣。あの皆さんが出される議員立法のことまでちょっと私もどうしていいのか分かりませんが、ただですね、言えますことは、まあ、違法性の阻却というものはそれなりに打てるだけの知識や技術があるかということをご判断をいただくわけで、そこでの結論というものが、まあ、そうなのかどうなのかということを基づいて、あの議員立法を作るとなればですね、よほど、まあ、何らかの訓練をしていただく、またいろんなことを学んでいただくという上での議員立法になるんであろうと、新たな資格に近い話になるんだと思いますので、あの違法性の阻却というのはそれぐらい、あのどれだけそれだけ十分な知識能力を持っておられるかどうかということをご判断をいただくために、今我々はあのお願いをしようということであります。委員長、山井勝則君、時間来ましたので終わらせていただきます。あの念のため言っておきますが、私たちも薬剤師さんにこのワクチン接種をお願いするというのはハードル高いなというのは分かってるんです。分かってるけれど、ワクチン接種がこれだけ先進国で最低レベルで、もういつ終わるか分かんないという緊急事態だから例外的にやむを得ないんじゃないかと、それ知事会も関西広域連合も要望してますから、まあ、そういうことだとご理解ください。ありがとうございました。終わります。次に。